柴原博士、柴原博士、柴原博士、1974年5月23日体は、福岡県北九州市出身の元プロ野球選手、外野手、野球解説者、野球評論家、九州協立大学特別客員講師、北九州市スポーツ大使、芸能事務所パインズと、業務提携。北九州高校時代は、4番、エースとして、 三年春の九州大会でベスト8の成績を残した。その後、九州協立大学に進学と同時に野手転校。福岡六大学で、首位打者を4回、本塁打を3回、打点王を4回、MVP を2回、ベスト96回をそれぞれ獲得。リーグ戦通算成績は85試合出場、330打数137安打。打率。 415、21本類が96打点。福六の一郎と称されることもあった。3年や秋には三冠王に輝いた。1996年のドラフト3位で福岡大英ホークスに入団。当時の背番号は31。新人選手の中で唯一開幕1軍を勝ち取る。しかし本類打エカドにこだわったことが災いして、結果を残せなかった。 これをにわ捨て、確実性のあるバッティングへ切り替えた。開幕こそ2軍だったが、シンスケとライアントンプソンの怪我をきっかけに起用され、黒江トール修ケ監督が掲げた、きめ細かな野球の方針にも合い、中堅守のレギュラーを獲得した。この年、打率、314、18盗塁でベストナインに選ばれる。 打率を落としたものの試合数を増やし、22投類を記録。8月19日の対オリックス戦で、徳本里氏から逆転サヨナラ本塁打を放つなど、福岡大英ホークス初のリーグ優勝、日本一にレギュラーとて貢献。リードオフマンに定着し、プロ入り初めて135試合フル出場し打率。310を記録。リーグ2連覇に貢献し2度目のベストナイン。 初のゴールデングラブ賞に選ばれる。この年から国母勇気、松中信彦、城島健治と合わせ、ホークス四天皇と言われる。これは当時のホークスでの1億円プレイヤー4人を指したものでもある。4月29日の対近鉄戦で日本プロ野球対記録となる1試合4二塁打。最終的に2年連続の打率3割。302両リーグトップの視察。 捕殺数を記録し、2年連続でゴールデングラブ賞に選ばれる。調子を落とし打率、269に終わり、2年連続の103審を記録する。脇腹通で開幕に間に合わず、1番センターには打撃改造で復活した村松友人が定着していたため、8番右翼手に回る。しかし腐ることなく存在感を発揮し、8月には骨折した村松に、 変わって一番に復帰、自己最高の打率、333、53打点を記録、大ハード打線の脇を固め、リーグ優勝、日本一に貢献、三度目のゴールデングラブ賞に選ばれた。秋山浩二、2002年に引退の背番号1を受け継ぎ、後継者として期待されたが、故障などもあり99試合の出場に終わった。この年から腰痛に悩まされ、 不審が続くこととなった。その裏で、本拠地、福岡ドームでは、福岡銀行賞の記念すべき、第1号となった。開幕戦で7回裏に、カルロス・ミラバルから、逆転決勝3ラン本塁打を放ち、これが福岡ソフトバンクホークス第1号本塁打となった。決意のシーズンであったが、こだわりを持つ一番、中堅守の座には、FA 移籍してきた。 大村直行が定着。自らの故障や宮地勝彦の活躍もあり、わずか59試合の出場に終わる。開幕スタメンは逃したものの、代打として結果を残し4月からはレギュラーに。序盤は好調だったものの、6月から8月まで打率2割り、そこそこと完全復活とまでは至らなかった。2003年以来となる100試合以上出場、100安打を記録、打率。 277。また、通算1 0試合出場を達成。FA 権も取得したが、行使せずに残留することを表明した。2年ぶりに開幕から6番ライトでスタメン出場を果たす。春先は打率、220前後にとどまるものの、さよなら本塁打を放つなど勝負強いバッティングを見せつけ、交流戦にかけては一時打率リーグトップ10にも入った。 後半戦は、不調な期間もあったが、持ち前の強権でサヨナラ阻止などの守備での活躍も、数多く見せた。4年ぶりに規定打席に到達し、117安打、打率、2736本塁打40打点。同シーズンは、フォームやバットの試行錯誤がかなり見られた。シーズン終了後 FA 権を保持していたが、行使せずに残留することを表明した。 開幕の大楽天戦で、ドミンゴ・グスマンから逆転サヨナラ3ラン本塁打を、放ち、久米勇気に、新人開幕勝利をもたらした。開幕戦逆転サヨナラ本塁打は1994年に、西部の伊藤つとむ以来で、プロ野球史2人目。開幕戦サヨナラ本塁打も、伊藤以来で14年ぶり6人目、6本目。以降、5番ライトで活躍したが、 前半戦終盤に腰痛を悪化させ、9月9日まで2軍での調整を余儀なくされる。ファン投票で選出されたオールスターゲームも出場を辞退した。3年連続となる開幕戦スタメン出場を果たすが、開幕から24打席連続で無安打を記録し、25打席目での初安打以降も不調の状態が続いた。5月8日、故障で離脱していた田村一志。 村松友人の昇格に伴って一軍登録を抹消された。その後は持病である腰痛なども伴って、シーズン終了まで一軍に再昇格することはなく、プロ入り以降最小となる37試合出場に終わった。出場機会は69試合にまで回復したが、そのほとんどは先発出場ではなく、大打倒途中出場が増加した。11月8日、 自身のブログで引退を表明。現役生活15年もの間、年々回数は減ったものの必ず一軍出場をしていたが、腰痛が持病化して苦しんでいた。翌11月9日に行われた引退会見では、打球団のユニフォームを着た自分を想像できないと引退を決断した理由を語り、さらに将来はコーチとして戻っていきたいとも語った。同年12月11日、 福岡市内で行われた日本一の友情パレードの後にヤフードームで開かれたファン感謝祭では、ここぞというチャンスの場面や一打さよならの場面では、頭の片隅でいいので、柴原洋を思い出してくださいと挨拶し、背番号一を引き継ぐ内川誠一から花束が贈呈された。また、2012年3月4日、オープン戦後に引退セレモニーを実施、かつてのチームメイトである、 鳥越祐介コーチや親友で、ドラフト同期であるロッテの井口忠人も加え最後の打席に立った。打球は、その井口のもとへ転がり、井口の孔逸もあって、ランニングホームラン。大歓声の中ダイヤモンドを一周した。最後に、このユニフォームを着れるようにしっかり勉強して帰って、着たいと思え今と締めくくった。引退後、TV99 周放送。 ホックススポーツの野球解説者、西日本スポーツの野球評論家を務める。4月、OB である九州協立大学の特別客員講師に就任した。2月に自由が丘高等学校の野球部臨時コーチに就任した。自由が丘高等学校は特別客員講師についている九州協立大学と同じく学校法人福原学園が経営している。 同年7月1日から在住地の水巻町教育委員に就任する。同町で柴原は2004年から少年野球教室を主催しており、地域への貢献などが評価されたもの。左投げ左打ちだが、実は幼少より劣気とした右利きである。左投げをするようになったのは、小学生時代に野球の手ほどきをしたジップが、どうせさせるなら投手。 しかも手薄な左投げにしてみたいとように左投げをさせたのがきっかけ。するとようは右投げと遜色のない投球をしたため、以降はずっと左投げで投し、野手転向してからも左投げを続けている。ちなみに足も右利きで、スライディングでも右足が前に出る。高校時代に一年先輩の武志軍団のお宮の松からセンターのポジションを奪う。 そのため、お宮の松はレフトへ、コンバートされている。また、高校時代の同級生には、山本隆弘がいる。1996年のドラフト3位指名で、入団した柴原だが、ドラフト1位は、井口忠人、2位が、松中信彦だった。また、会では、倉谷、信次、岡本活動などが指名されており、大英としては、球団史に残る。 大成功ラフトであった。なお、ドラフト時には、大学屈指の強打者として、上位指名候補に挙げられる人気選手であり、中日がドラフトギリギリまで上位での強行指名を検討したと、されるが、最終的に、大英以外なら社会人のローソン、現在はハイブ入りすると公言した本人の希望が、成就した。2003年の日本シリーズの際、阪神タイガースの本拠地である、 阪神甲子園球場の印象を聞かれて、パチンコ屋のようだ。と答えた。大村直行とは大村が、大阪近鉄バファローズ在籍中、そして、大村がホークスへ加入しがいや定位置争いの、ライバルとなった時も変わらぬ良い中であった。大村は2008年オフに、オリックスバファローズへ移籍。2007年2月4日投開票の、北九州市長選挙のイメージキャラクターを務める。 テレビ CM では、福岡ヤフージャパンドームのベンチと思われるところから、ユニフォーム姿で投票に行こうと呼びかけいる、秋山が現役引退を発表した日の試合で、お立ち台に登り、秋山さんのために今日は、何としても勝ちたかったと涙を浮かべた。出場試合数と通算安打数を気にしており、10月5日のシーズン最終戦で無安打に終わり、 通算成績は1239試合1238安打と出場試合数を安打数が割ってしまった時は非常にショックだったと語いる。最終的に1452試合出場1382安打と安打数が割った状態で現役を終えた。また、プロ入り時にコーチとしてホークスに入団した島田誠2006年に退団と引退までに 島田の通算安打数1504本を超えるという約束をしていた。だが1382安打で現役を引退したため、島田を超えることはできなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。